ああこの辺止まります。そうですね、はい、そうですね、このボールですね。矢島から吉岡、これ落としちゃうと吉岡、そうですね、吉岡だ、おっと吉岡中を見てクロスを送る、ボレーシュート、レノファ山口、決めたのは10番池田美昌司、1点返してこれで1点差。先発起用の池上、今シーズンの2ゴール目、起用に応えました。まあ、この最初の矢島選手のボール良かったですし、ここ2人来てたのが大きかったですよね。これで競り勝って、まあ、ここも池上選手ね、しっかり難しいボールだと思いますけど、コンパクトに振り抜いて見事に決め切りましたね。この、まあ、前